ゲマビー、はい、ドンゲマビーね、ドンゲマビー、ドンゲマビーで頑張りましょう。ゲット、ドントギブアップビリーブス、ドントギブアップビリーブス、全然覚えられない。信じることを諦めないパワーを見せてあげますよ。はい、ドンゲマビーパワーやりましょう、はい、いっちゃえ。あれだけ俺のせいっつってた、いっちゃえ。なんかでもうにゅうにゅしてんね。行きましょう。これもちょっとこっち側から投げちゃおう。すいません、もうね、背がかじかんじゃって、ほら飛ぶんだよ俺。全然飛ばない。ちょっと待てよ、本当あの奥まで投げたいんだけどな、ね、こっち側で頼む。もう夕ご飯抜きとかでいいから俺は来て最後。何夕ご飯抜きとかでいいからっつってどういった交換条件や交換条件がちょっと浅すぎるんだけど。浅いっすか何なんだよ夕飯抜きとかでいいからってやつ。小学生の頃からそうやってなんかあの願いを込めたりしてました。何なのその願い。それ叶ったことないでしょやめとけ。ちょっと待って全然ちゃうわ。すいません、あれだ、タコになっただけだ。いや全然飛ばない。ね、飛ばない。チェイスもないキャラ、当たりもない。いい感じでダートしてるけどね。はい、武井くんのやつも。いや新体操だったら完璧な演技ですこれ。何なの新体操。すいません、何もないのに釣れてない時にくだらないこと言っていや本当早く釣れって話ですね。そう永遠ずっとそう思ってる。みんな確かにもうトップ投げてないもんな。投げてる、トップ投げてないですよね。トップの方がいいんじゃねえか。ねえ、なんか最後ポッパー行ってみようかな。あ、終わりか。はい、お疲れです。これは無情な宣告が。そうなの。はい、じゃあ上げて、はい、上げて、はい、おしまい、はい、お疲れ様でしたっつって壊れだした皆さん。さあ、今日のガソリン代と請求書が来そうだなこっちに。さあ、いや、くっそー、くっそー、やばいなこれ。やばいよ、悔しいわ本当。いや、持ってない日が続いちゃったよ、ね。いやこれは選挙あと1回え泣きの泣きのあと1箇所やらせてくれないもう、もう近くでね、いいですから。うん、やつかの。いや大変なことになっちゃった。大変なことになってます。どうしよう、どうしよう。これもう武井くんのもまずいもんね、はい、これ何のあれにもなんないもんね本当に。本当だ、ちょっと吉野さん忙しいもんね。うん、吉野さん忙しいから、ま、平野さんと、はい、俺と武井くんで、はい、ちょっともうどっかちょっと釣りに行くようかもしれない。いやもう、でも行けそうだったら、これをやらさせていただけるなら、うん、はいね、はい、このままだとだって何のあれ、これ4本撮りのあれだったんですよね。今んとこ1本ですよこれ。そう1本もいかないよ、うん、釣ってないんだから。もう昨日の地獄のような飲み会を公開されることになるから前夜祭で、そう前夜祭で第1話、ね、本当よ、内容のない話ばっかりして。そうよ、主にの話をさクソだな本当にただして終わるっていう。キャバクラじゃねえかよやばこれはやばいよ。やばいっすねこれは。
考えましょうか、はい、そしたらね、ボイルしてます、ボイルしてる、ボイルしてる、危ない、あ、いたいたいた、あー届かね、やったやった、よし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 、よいしょ、うわー、ずいぶん上行っちゃったな、オッケー、でもいいや、いいところでいいところ、食った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 、おー、すごい、食った、あー、バレた、バレ、まだまだ食いますよ、まだ食いますよ、これじゃねえな、めっちゃ寄ってきた、ペンシルだな、どこ、あ、いたいたいた、こっちだな、よし、今もうこの辺結構いますね、うん、おー、これはドラマだよ、ドラマ、最後に地合いが来た、届かない、食って、お願い、ポッパーかな、これポッパーいいかもね、ポッパーちょっとありかもしれないですね、でも付け替えのが大変よ、あのバスのクリンチノットとかでいいからやっちゃいな、うん、はい、あそこね、うん、あそこ、うわやってるやってる、やばいやばいやばい、やってるやってる、めっちゃやってる、あれ絶対食うよ、うわ目の前もいる、うわやばいこれ、うもう囲まれてる、うわすげえ、本当に今までもうしんどかったんだから、いけ、頼むよ、頼む、シーラちゃん、あ、すっごい魚の、すげえすげえ、すごい、超なぶら、すごいな、あ、食った、あ、食った食った、あ、バレたかな、乗りました、乗ってないわ、バレた、あら、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、食ってる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 、ガンガン巻けば、食ってる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 、よしよしよし、うわよし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 、サバか、サバだ、サバ、よし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 、サバだ、すごい、やった、ナイスフィッシュ、え、2匹釣れたんすか、2匹釣った、うわすごい、うっそん、すげー、やばいやばいやばい、まあいいや、ダボルでついてた、よし、まあこれじゃないから狙いは、あ、食った、鈴木さんすげえな、やっぱうまいわ、マッチザベイト、いやーどうだ、なんだろう、あーバレたか、あーバレてない、いや、まあ、危ない危ない、ガンガン巻いた方がいい、爆釣じゃないですか、この、よし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 、よしよしよし、あーサバだ、サバ、よし、あげちゃ、よいしょ、いいな、ジグ使ってっからな、ジグさん、ねえ、よし、サンキュー、くそー、イエーイ、どうだ、一応いけいけ、イエーイ、やりました、すいませんね、もうサバ、サバになっちゃってね、来ないな、うわ食ったな、今食った、巻いて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 、食った、あ、でかいんじゃないですか、わかんない、でも食った、どこどこどこ、食った食った食った、ダブルダブル、よっしゃ、来い来い来い、すげえすげえすげえ、ただのサバ、サバだ、よし、あげちゃいます、よいしょ、サバゲバビ、すげえサバ、いやでもうまいでしょうね、塩焼き、どうだろう、よいしょ、ダメだ、私ダメかも、大丈夫大丈夫、まだ大丈夫、まだ大丈夫、おめでとうございます、あざーす、すいません、ちょっとサバがね、今混ざってるよ、いやこれルアーの大きさも、そう、まあサバだから、まあまあそうですね、これでもマサバっぽいな、ゴマ、ゴマじゃないな、あーゴマかな、よいしょ、待てよ待てよ、息がめっちゃいい、よいしょ、よいしょ、おめでとうございます、ありがとうございます、すいません、すごい、だから私はね本当に何でも釣れるや
釣りやりマンですから。そうだった言ってたわ昨日。なんでマンなんですか。何でも釣りりゃね。真じゃないんですよ。釣りやりマン。もうただ巻きで。そうただ巻きで、はい、水面がこうボコ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 出るぐらいの。あ。ソンソンソンってこういう感じ。なるほど。タックルチェンジ。さあ。何を隠そうと。多分そっちの方がやりやすいと思うよ。たくさんが釣られた。上を引いてくるからね。跳ねさせて。最初は。お来た。よかった。来た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 。ほらサバサバかな。サバだな。来ました来ました。あ抜けた？抜けちゃった。もっと早く巻いた方がいい。ついてる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 。ついてますよ。ついてるついてる。サバだサバ。でこっち向いて。真ん中行った方がいい。真ん中行った方がいい。はい、でそっちの低いところで抜いちゃった。一投目。いけ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 、ま。最後もうぶっこ抜いちゃった方がいいかもしれない。サバかな？潜んな潜んな。サバ。よし上げちゃう上げちゃう。よいしょ。カメラカメラ的な。サバです。本命じゃないけどドンゲバビー。はい。出たドンゲバビー。出た出た。お食った。おー、くたくたくた。吉野さん、食った。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 食えましたよ。やったー。食えましたよ、食えましたよ。よし、じゃあ向こう、もうちょっと。バラさない。真ん中の方、真ん中の方行って。あばれ。あっしーら？わかんない。出方はシーラっぽかったな。あらまだいるでしょ、まだいる。まだいる、まだいる。よし。いやー、もうどこら辺だった？真正面です今。真正面。手前で食ったんすか？いや奥で食いました。奥で。やばい頼むよ。あ食った。あ食った。惜しい。すいません。ちょっと待ってちょっと待ってね。うわいる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 。吉野さん引っかかっちゃうかな。ほら誰だ？ほら。ちょちょちょ。また俺のなんか食ってんなこれ。嘘。誰か引っかかってんのか。はい。あ食ってる食ってる食ってる。やったー。お。シーラだ。やったー。やりましたー。釣りで疲れたの久しぶり。